見てください。よし、それではですね、コントエヴァンゲリオンのソウリュアスカラングレーがレンタルショップの店員さんだったら、今日からこのレンタルショップに配属になったエヴァンゲリオンのパイロットソウリュアスカラングレーよ。私が来てからには商売繁盛間違いなしだわ。は、早速初めのお客さんね。よし、接客っていうのは親切丁寧にやったら問題ないはずよ。失敗は許されないわ、アスカ。2号機エプロン自作です。さあ、いらっしゃいませ。うわ、変な顔のお客さんね。あなた、その顔で生きてこられたことを誇りに思うがいいわ。おめでとう。で、そんなあんたが何を借りようっていうの？え？バックトゥーザフューチャー、今さらこんなの借りるの？金曜ロードショーで死ぬほどやってたわよ。今さらこんなの借りるのはもったいないから、親切な私がこのあらすじとオチを今から説明してあげるわ。これは銀色の車に乗って過去や未来を行ったり来たりしながら白髪のおっさんと仲良く旅行するっていう話よ。え、そうよ、それ以上でも以下でもないわ。じゃあもうこれは借りなくていいと。じゃあ次、スターウォーズ。これも今更な作品だから説明するわね。これは宇宙を股にかけた戦いだったけど、実はボスがお父さんだったっていうただの親子喧嘩よ。だからこれももう見なくていいわね。じゃあ次、 ET ね。 ET もすっごく有名な作品だから、じゃあ ET のあらすじを